はい、どうもフレッチです。今回もキャッスルストーリー進めていきます。さあ前回ね、一つキャプチャーして、ここは一応安全になりましたが、凄まじいね、進軍が開始されていて、見たこともないでかい敵とか石を投げてくる敵とか、なんか種類が多様になってきたので、ちょっと危険かなと思って、兵士をね、今12人という、14人に対して兵士12人っていう、ちょっと圧倒的な量でね、攻め込んでなんとか勝ったというところですね。じゃあここ今封鎖して、ここ取れるようにしてるんですよ。ただ2人っていうのがあまりにも少なくて全然取れないので、ちょっとだけ兵を減らそうかなと思います。けどちょっと1回敵がね、進軍してくるのを今待ってるんですよ。なぜかっていうと、前は2箇所から攻めてくるから敵が多かったけど、今多分ここ全体で攻めてきてると思うんだけど、それでもね、まだ3箇所あるから、そっから敵来ると考えると、この人数で前回ギリギリだったから、正直減らしていいかがまだ判断つけられるほど戦ってないのでね、そこを今ちょっと待ちながらって感じですね。まあ取る分には2人だとあんま少ないし、装甲も遠いし、ちょっと危険な感があるから、どうしようね。ちょ、剣士を減らすのもありか。もしくはもはや攻め込んでしまうかですね。ここは多分敵の通り道だと思うんだけど、ここら辺のね。一旦行ってしまうのもありかなと思いますので、ちょっと、行ってみるか。近づくとすぐ出てくるんで、敵が。そこは怖いですね。何をした？返せ返せ。さあ、出てきましたね。15人目。もともと多分15人いたんでしょうね。勝手に出てきますね、そうなってくると。さあ行ってみますか。2箇所にできたらでかいもんね。防衛はいらないです。この判断が間違ってないことを祈りましょう。この辺押したら何ができるんだろう。何にも起きないんだよな。アーチャーズ、ナイトズってだけなんですよね。さあ攻め込んでいきます。さあ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 、いますね。勇敢に行ってください。さあ、ナイトは今適当に戦いながら、アーチャーが基本攻撃を担当しているって感じですね。このゲームだと、まあ、前衛後衛の要素がはっきりしているんで、アーチャーは近接も一応できるんですよ。なんで比較的強い兵士かなと思います。しかも草で作れるんでね、このゲームのアーチャーは完全に優れていますね、圧倒的に。さあ2個目取りましたね。これ大きいんじゃないかな。さあそしてクリスタル増えなくなった気がするんだけど、15人で最大かな。さあまあでもここに資源があったりするから、どうしよう、このまま行っちゃおうか。すごい兵力がいたりしそうで怖いですけど、固まるともう届かない。あ、届きますね。だ、確認してから撃つなんていう時間は正直ないので、どうですかね。あ、増えてますね。よっしゃ、増えるんで行きましょう。ちょっと待って、ダメだな。ちょっと前をナイトが歩かないと、あいつは縦で移動してるんで、ちょっと厳しいかなと。で、なんで盾かというと、敵が大軍の場合乱戦になるとめんどくさいんで、そこでですね、でもまあ、切り込むのもありかな、ちょっと今。大丈夫かな、よし。切り込ませましょうか。変わるかな。そうじゃないよね、確か。モードの切り替え個人単位か、やっぱり。来た来た。行きましょう。あー、でも広いですね。ん？あ、案外少ないぞ。やれやれ。あ、そっか、アーチャー取りましたね、3個目。このままいけますが、どうしようか。行っちゃおうかな。
まだ建物らしい建物になってないんですよね。一応取ってみて様子見ようかな。取ってもなんか終わりじゃない可能性もあるからね。このまま続けますか的なのもあったりそうなんで、では見ましょう。多分簡単でしょう。じゃあこっから始まるかもしれませんね。突っ込んでいきます。で高所取られるか。こんな感じでいいでしょう。ここ前走ってるけど敵を視認撃ちながら後ろからナイトが突っ込んでいくと、まさにね、おっと、見つけている、投げてきたね。それを打っていく。さあ、取りましたね。敵の発生源、これで潰せたかと思うんですけど、これで、クリアかな。この島はもう、何もないんでね、あとは。このクリスタルはね。さあ力がどんどん失われていっていますね。ビクトリー、お来ましたね。リターントゥタイトルスクリーン、戻るしかないかな。戻りましょうか。じゃあおさあちょっとコンクエストクリアしましたね。あれが、まあ、このゲームの一つのモードなんですが、そうだね、じゃあ次違うのもやってみようかと思います。まあ、今、どのマップでやったのかな？ん？これかな？クリアしたかでマークついたりしないかな？これじゃないね。これは、それがないか。比較的前目のマップでやったはず、多分これですかね、入り組んでるから。これでもないよね。こんな感じじゃなかったから。ちょっとまあ違う、さっきはスモールだと思ったんだと思うんで、大きさが。ミディアムあたりの大きさで、次違うモードかやってみましょうかね。まず探してみよう。これコンクエストか、どちらかというとですね、このインベーションっていうのやってみたいんで、インベーションがある、建物あるマップ。あ、これかな？これでいきましょう。じゃあ次回はちょっと、シーズン2って感じですね。